どうもこんにちは、ドッカ軍です。本日はこちら、自衛隊のスティックライス明太子。自衛隊御用達スティックライス明太子。はあ、明太子まで。はあ、なんか飽きさせないようなね。いろんな味がありますね。おはぎとかあった。あったね、前回ね。前回じゃない、昔だね。当たり前。180g だそうです。うん、一般的だね。うん、結構あるよね、見た目よりは。うん、こちらがですね、まあ特徴なのが、こちら上にまず切り取りがあると。ここで真ん中でも切れると。うん、だからこれ二人でも分けられるというシステムになっております。うん、はい。あるいはまあ上食べて、こう上、パッタンと折ってね、ちょっと蓋みたいにもできると。はい。ついにですね、この自衛隊もこう、動きやすさというのをね、取り入れてまいりました。うん、大事。日本のエネルギーバーでございます。はい。うるち米と、わかめ、ごま、たらこ。お、結構入ってる。はい、10分温めて食べてねということでございます。はい、これはあのバーコードついてますね。完品ではございません。温めます。やったのか、お前ついにやったな。温めます。お前ついに捕まんだな。最後になるかもしれない。はい、温め終わりました。さあ、それではあっちそれではえあっちもうこれ100度ぐらいあるじゃん。逆冷えピタミだと思います。マジで。うん、北海道、うん、こっち真ん中からね、バーディーと分けれるようになってますね。台風多い。台風ブリンとハンバーグの肉汁のように。お、いったブリーン。うわー、すげえ。結構具沢山じゃない。なんか明太子の色なのかなと思ったら、結構わかめな感じなんですね。あー、いいっすね。湯気すごい。うん、さあ、これをいただきます。いいね。手袋してくださいね、こっち。ああ、でもまあだいぶもう、はい、あ、まあさっきよりマシだね。握るとね、出てきて動きながら食べれるというシステムになっております。分けてこう違う味をね、こう楽しめる。ああ、ジャイアン食いできます。ジャイアン食い、そっか、ジャイアン食いって言うんだけど。洋食渡されるなら2本とかなんですよ、うん、これね、違う種類いけるかもしれない。交換のかな、学校みたいに。あと、あのアメリカ人みたいにこうやって腕組んでこうやって食える。ああ、ドイツのビール飲み方。ドイツ式のな。あれなん、あ、そうなんだ。あれドイツなんだ。こうやって組むやつ。あれドイツ式だった気がする。あ、乾杯なんだ。あれ飲み干すまでこれは外すなよって意味じゃない、違うの。あ、わがもね、寝がもんだかもしんない。なかもね、うんうん、あの下ろせねえじゃん、だって組んでる間。そうね、だから飲み干すまで下ろせねえぞっていう。かもしんない。すいません、詳しい方、多分やってるんでしょうね。乾杯でーす。いただきます。うめ。すんげーうめ。え、すんげーうめ。わかめの香りとこの明太子の、明太子ほのかですね。わかめご飯の感じは近いね。はい。うん、あ、これうめ。あの、給食でいくら思い出した。うん、今、銀のやつじゃねえのか、多分な。あの、わかめご飯あったじゃん。パカッて開けて、あの銀の弁当箱みたいな、パカンと。あのわかめご飯に近い。近い。塩の、ちょっと脂っこくてね、うまい。うん、なんだろう、これ。言ったら、ちょっと、チャーハンみたいな感じだね。あの、明太子チャーハン。うん。炊き込みご飯っていうよりは、明太子わかめチャーハンみたいな感じですね。あ、うめ、これ。うん。味はほのかに塩。うん。そんなしょっぱくないね。うん。わかめと明太子と、オイリーな味になっております。もうねくなる。うん。おめえごせ。半分割ったんだから。いや、ちょっと待って。これが半分割った方。あ、割った。よこせとは言わねえ。交換スペ。こういうやついそう。めっちゃ食ったところで交換だ。そう。あの、昔の日本で言ったらさ、行儀悪いんだからさ、例えばほれ、座って食べろとかさ、あったけど、ついに、あれですよ、動きながらも食うしかねえんだよなっていう、この合理主義になってきました。走りながら。ロープで下りながら。ロープで下りながら。そう。リペリングしながら、この左手でこう。崖から降りながら、泳ぎながら。崖から降りながら。泳ぎながら。銃。撃ちながら。撃ちながら。それはわかんない。それは厳しいかもしれない。今食うなって言われる。うん。転校しながら。え、ね、さ、せ、こう。いけるわ。後ろの方だったらな。後ろの方だったら。大量に並んでる後ろだったら、まれ、ね、うん、陸上の方。ああ、縦だったら。うん、そうそうそう。何百人も並んでて、だからバレね。一人で食ってる。一人の頭にかかる。近づいて。単感覚に整頓されたらわかんない。あ、わかんない。単感覚だ。包帯だったらやばい。はい、応対だったらバッチリ見えるから、ね。バッチリ見えばっちり見える。あの、だから、1、2、3、4、5、6、7、8って言ってたらもう。あとは、偉い人の話聞いた時は大量にいるから。うん。それだったら。なんで学校のサボるやつ、学校のサボるやつになってんだよ。校長の、校長先生の話を聞いたから。早弁。あ、これ、早弁に向いてるね。
向いてる。昔のドラマとかさ、漫画であったよね。こう教科書立ててさ、うん、教あの授業中にこうやって早弁するやつってさ、うん、これ究極形態だよ。これだったらもうだって片手でニューってこう食えっから、うん、こうじゃないから、うん、バレないよね。余裕がある、うん、こうなんならこうやって手とか上げながらでもね食えるしね。これはいい。隠してる、隠れてるのに当てられようとしてるの。まあまあみんな手上げてるから自分も上げねえのもなと思って、はいこうやって上げながらもこうやってこうやってはい、おなでらで。いや、いいっすよ。大丈夫です。はい。ほんと。まあ、体なんだけど。ありがとうございます。体じゃねえかよ、お前。お前、学生じゃねえかよ。最後に触った人が片付けた。ボールだべ？あるあるある。あれ、サッカーはある。キンコンカンコンとか言ってさ、ボールポンってさ、やってさ、コロコロコロ。あ、触った！じゃあ、最後ね。あるある。ちゃんと返しに行かなきゃいけないからな。うん。体育倉庫。ある日みんな思いつくのか。うん、あ、触ったやつに。うん。いじりというか。最後触った人がタッチした人が最後のその責任を負うあるじゃん。うん、そう、そういえばさ、こうさっきのね、あのこう交換したやつでね、いまだにちょっとね、仙台で自衛隊の時にね、まあ、休日ラーメン屋行ったんですよ。で、まあ、高校の同級生と、まあ、久しぶりに会ってね、行列のできるラーメン屋みたいな、まあ、当時珍しいじゃん、行列ができるなんて宮城県で。まあまあ、でめっちゃ並んだので、やっとたどり着いたの、うん、でラーメンが来ました、はい、塩と醤油頼んで、うん、で俺がこう大事そうに、これが行列のできるラーメンか、うん、そうこそな、並んだっていうな、地元にはなかったでしょ、うん、ないない、そういうの、そんなのはこうやってこういうこともして、うん、ありがてえなと思って、こう、まあ、社会人になったし、こうラーメン一人で買えるようになったから食って、あめなの、僕醤油だったんですよ。したら俺大事に食ってる間に、その友達はもう半分ぐらい食ってるわけ、うん、塩ラーメンしたら、うめな、やっぱ人気あるな、うめなっつって、したっけ、あ、いや、で、ここでスペックって言ったし、え？ 9.5 割残ってるよ。合わせねえのな。0.5 じゃん。いや、もう殺されてもおかしくない。いや、ほんとに。食い物の恨みは恐ろしい。全然気づかないの。で、なんならその友達と友達の姉ちゃんもいたの。あー。だから、やりづらい。やりづらい。そうそう、だから、おいとは言えないし、なんか別に普通に気がつかねえで、うん、多数決負けるやん、うん、だから姉ちゃんもあんま気づかねえで、うん、まあ食わせてとは言ってないよ、うん、だから姉ちゃんもいる手前は多いとは言えないし、うん、おでスーってやって、いや一回味見すんのかなと思ったっけ、まあまあなスピードで食うわけ、ズババズバズバババみたいな、おい、いやもう半々じゃねえぞみたいな、もうラーメンバンってやって俺帰るかもしんない、怒りすぎ、それ怒りすぎだね。誰やそれ。タグロだ。やりそうだね。あ、やりそうやりそう。やりそうやりそう。実名を出すっていう。ズバがズバ。お前、1.5 人前は食ってる。そうそう。1.5 人前いってるからな。男のね、ズボラさがこう、うん、集約されてる、ね。集約されてる。おい、あ、え、チャーシューねえやん。チェンジゴン。チェンジゴン。チャーシューねえじゃん。え、あれ麺少ねえじゃん。麺まねえじゃん。あれネギはちょっとあるな、みたいな。麺が。チェンジするときはね、完全にやっぱ半々じゃないとね。うん、そうです、あげませんよ、ほんと、あげません、あげません、これだってもう17年経ってまだ覚えてない。こんな風に、はい、まあ明太子の飯があると、すごい攻めてるね最近の自衛隊ね。まさか明太子とかまでやってくるね。これは九州の領食飯か。これは九州なのかな、新潟だ。まあ製造者はね、興味ある人はね、はい、売店でね、アマゾンでないもんな。アマゾンで多分売ってないかな。なんか自衛隊のイベントの時にね、入ってね、なんか売ってたりするんですよ。もしくはほら、うん、中の人に知り合いで駐屯地で買ってみたいなさ。あー、うん、そういうこと。知り合って自衛隊の売店で売ってたり売ってなかったりなのかな。そう、場所によると思うよ。そこの場所の門戸の前で待っててもらって、食い物に対するお金とあれで、明らかになんか密輸してる人の流れだ。食べたい、でもそれ食べたい人いるだろう。あー、いるか。これはだから防災食にもいいんじゃないでしょうか。で、はい、山で今からね登って食べるとか、うん、これ自衛隊のパピコですよ本当に、うん、ブリンって言って中ではさ、うん、ああいう米ってあんまない、五穀米か白米。うん、確かに、食堂ですね。ああ、そうそうそう、うん、五穀米、あ、選べるね、確かに。いや、あれも多分場所によると思う。だな、あれはなかったよ仙台には。仙台なんかでも日によるな、なんか栗ご飯の日とかあるよ。栗ご飯あるよあるよある。栗ご飯仙台の時さ、
栗ご飯か白米選べたり、まあまあたまにあるよ、なんかこう、ああそういう小豆ご飯みたいなのと白米選べたり、まだ明太子はねえよな。明太子ないね。あれあったらすごいと思う。あれめっちゃ嬉しいな。もう仙台でね、ちょっとだけね、まあ、あの変わってた時は栗ご飯の日があったの、うん、どっちもね白米なしよ、まあ時期的にまあ旬だからね。だけど納豆も来てたからね。ああええって思って、え、よかったのかこの組み合わせはって。栗ご飯栗ご飯よ。だから白米っていう逃げ道はないわけよ。栗ご飯栗ご飯の納豆なの、その日の飯は。でもまあまあ、まあ、他のおかずもあるよ。まあまあ、お攻めたなっていうの取るよな。まあ俺はもちろん取る、まあ、栄養も取りたいし、お金ちょっとかかったからね、うん、まあでも、ま、美味しくなくはないよ。あのほらだってね、納豆に砂糖入れるでしょだ甘い納豆ありなのよね。ギリそうだから栗ご飯と一緒か。そう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 、いけるいける。ばあちゃんだよな。ばあちゃんならめっちゃ食ってる。ばあちゃん呼べばよかったかなあの日の あの日の仙台に呼べばよかったか。ネグ納豆納豆でこれでっけえのでということで、こちらでございました。非常にね、美味しゅうございました。はい、Twitter、インスタやっております。とっかくんで検索フォローお願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。本日はこれまで。それじゃあまた。